おはようございます。よろしくお願いします。ご質問ある方どうぞ。はい、読売の重松さんお願いします。おはようございます。おはようございます。読売の重松です、はい。一つ質問させてください。はい、重点計画でも触れられて、いた Web3 に関してなんですけれども、はい、この Web3、 その日本における、可能性と課題、いずれもあると思うんですが、大臣としてはどのようにここを捉えていらっしゃるでしょうか。はい、Web3 については自民党のデジタル本部などでも議論が進められてきていますし、それが DN はじめ自民党からの政策提言の中にも書き込まれ、さらに私たちとしても重点計画の中で加筆をさせていただきました。ブロックチェーン技術を基盤とする NFT とか、また DAO の考え方、こうしたものはイノベーションを背景に、自立したユーザーが直接相互につながる仮想空間上の多極化といったような、今までのインターネットの在り方を変える、さらには社会変革につながる可能性も秘めているのではないかなというふうに思っています。今後この Web3 の推進に向けた環境整備、世界の潮流に乗り遅れることがないようにすること、政府における司令塔のもとに関係府省庁が緊密に連携すること、検討を進めて必要な施策を実施する、こうしたことが重要であるということで、重点計画の中でも記させていただいたところでございます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。課題というのは、その DA の方でもいろいろ触れてあったりしたと思うんですが、どういったところの整備というのが日本では遅れているとお考えなのか、また先ほどおっしゃった多極化というところを、分散型になることによって、プラットフォーム、メガプラットフォームに依拠しないで行けるというメリットはあると思うんですが、一方でこの Web3 という技術に全くその、関心がないですとか、そこに触れられない人たちにとってはその世界から置いていかれるという可能性もあると思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。はい、今おっしゃったような Web2.0 から、Web3 になっていくと、概念が変わってくるということだと思います。ユースケースとか技術については調査研究をデジタル庁としても行っていきたいというふうに思っています。で、これ日本の課題ももちろんありますが、まだグローバルにもさまざま議論がなされている最中であるということもあると思いますので、NFT などデジタル資産の在り方とか、DAO の法的位置づけなど、このあたりは国内でも整理をしなければならない課題になるだろうというふうに思います。いずれにしても国内とグローバルと両方を全体的な課題把握に取り組むということが重要だと思います。地域の活性化といったような観点で活用を考えていらっしゃる方々も、実際にすでに動いている事例もある一方で、今おっしゃったように、誰一人取り残されないという Web3 の世界がどのように実現できるのかといったところ、さらには金融におけるこの Web3 の扱われ方がどのようになるのか、これはいい面も課題も両方あると思いますので、そうしたことも含めて議論を進めたい。まずは調査研究をさせていただきたい。有識者の方々にもご協力をお願いしていきたいというふうに考えております。分かりました。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい、それでは本日の会見これで終了いたします。ありがとうございました。